はいどうもファンネルです。ポケットモンスタースカーレットやっていきたいと思います。今回は DLC ですね、ゼロの秘宝の前編、緑の仮面だったかな、やっていきたいと思いますんで、まあ、始める前にちょっとね追加コンテンツというか、こちらであれ、このアイテムを確認するで、なんかあれかな、あ、入制服セット、あ、こんなの、お願いします。これでもらえるんだ。でもあれだよね、緑の仮面のところ行くとなんとなくこう和風の感じの服買えると思うんで、その服にしたいなと思ってたんだけど、っていうかこれはあれか、もうだいぶ前からもらえたやつかな、あの DLC 購入してれば。私この購入、あの本当にこの始まる前の日に購入しましたんで、この追加コンテンツね。じゃあこんなもんで、であとごめんなさい、お時間ください。ポケポータルだっけ、購入特典で、ちょっとゾロアークもらえるんで、ちょっともらっておきます。不思議な贈り物かな。でちょっとシリアルコード入力します。はい、ちょっと入力させていただきました。はい、翡翠の姿のゾロアーク、はい、受け取ります。これも多分あれかな、もうこのタイミングじゃなくて、もうだいぶ前のタイミングからもらえたやつだとは思ったりもするんだけど、まあ一応ね、あの私購入が前日というか、この動画撮ってる、前の日だったので今受け取りましたと。はい、ではやっていきますか。すいません、お時間かかりました。ちなみにね、このポケットモンスタースカーレット、私図鑑も完成させております。でどこ行った、翡翠ゾロアークは。すいませんね、ボックス散らかってるのは申し訳ない、本当にガッチャガッチャ動かした後なんで。翡翠ゾロアーク、そもそも私そうなんで、あのこの翡翠ゾロアーク、なんだっけ、マジカル通信だっけ、ミラクル通信だっけ、ミラクル交換かで、運よくもらってたりもしたんで、今入手しても別に関係はない。これかな、今もらったの。うん、まあいいさはい、じゃあ行ってみましょう。あ、そうだ、ごめんなさいね、なかなか、先に進みませんが、ミューとミュー2、まあミューの方は普通に得点って言っていいのかな、でもらえて、で最強レイドでミュー2も入手しましたので、今回ね使えたら使っていこうかなと。まあこれクソ強だったけどね、本当にネットで、あの協力でやらない限りは無理でした。さあさあさあ入っていきましょう。ソロでもクリアできるのかな、ミューツ。なんかまあ私はもう無理だったけどね。はい、この人かな、林間学校がうんぬんとかって言ってたのもな、これジニア君が言ってた林間学校の生徒は私です。もしかして君がそうだね、林間学校に選ばれた、名前は確か、ファンネルです。ファンネル君、礼儀正しくてとっても輝いてるね。輝いてるのかい、おお、テラスタローブを持っているのかい、さすが資源が潤沢なパルデア地方の学校。いや、君が特に優秀なのかな。おっと、すまない、申し遅れてしまった。私はブライア先生、遅れてすみません。ジニア先生だ。あ、ファンネルさん、入学早々林間学校に行けるなんてとってもラッキーですね。いいなあ、僕も行きたいなあ。おほん、あ、ブライア先生、失礼しました。ご紹介に預かった、私がブライアだよ。ブルーベリー学園で教師をしているブルーベリー愛、すいません思い切り言っちゃいましたけど、一種地方の学校の、教務主任さんなんですよ。あ、一種地方の、あれ一種地方、今年はブルーベリー学園が生徒の引率を担当するので、ファンネル君を迎えに来たのさ。北上の里は田園風景が有名、ひなびているが不思議な場所でね、パルデア地方のテラスタル現象と同じエネルギーが検出されているんだ。私も引率ついでに調査できるのが楽しみなのさ。いずれはパルデアの大穴内部もじっくり調べさせてもらいたいね。
あそこはポケモンリーグやクラベル先生の許可がないと何とも。分かっているとも。申請はしているので良い返事を期待しているよ。うむむむむ。あ、ファンネルさん、置いてけぼりにしてすみません。とにかくですね、林間学校は宝探しの舞台を、パルデアの外まで広げられるまたとないチャンスです。図鑑アプリをアップデートするので、スマホロトムいいですか？お願いします。次のところでどれぐらい増えるんだろうな。ファンネルのポケモン図鑑に北上図鑑が追加された。はい、完了。これで北上のポケモンも登録しまくりですね。親御さんの許可は取ってますので、ぜひ楽しんできてください。まあ許可は取ってるって言うけど、一回家帰って報告してもいいんじゃねえかなって思うけど。母ジニア君は分かりやすくてチャーミングだね。さてファンネル君、北上の里へは飛行機やバスを乗り継いでの長旅になる。北上の里へ旅立つ準備ができたら声をかけてくれるかな。あ、飛行機あってもおかしくないけどさ、ポケモンで飛んでけるレベルの距離じゃないってことなのかな。まあポケモンも休み休み行けば飛んでいけそうなもんだけどね。ファンネル君、北上の里へ旅立つ準備はできたかな。はい、よし、他の生徒が揃ったら出発しよう。メンバーはくじ引きで決めて、みんな初対面との情報だ。引率としてついていくが、私自身も楽しませてもらうよ。ところで君はスカーレットブックを知っているかな。知ってるよ。ああ大丈夫か、今の選択肢。さすが世紀のオカルト本だ。その本の著者ヘザーは私の先祖にあたるものでね、私は彼のオリジナル本を持っているんだ。私持ってたのオリジナル本じゃなかったな、あれ。見たまえ、出版された本では塗りつぶされて読めないページさ。円盤のポケモン？観測隊員とはぐれた時、大穴の奥底で私は不思議な物体を見つけた気がする。見つけた気がするなんだ。ポケモンなのか、生きているのか、それすらわからない謎の存在。彼の外郭は六角形が多層的に重なった構造になっており、宝石よりも光り輝いていた。その形はまるで円盤のようだ。この生物を仮にテラパゴスと呼称するが、彼の体そのものがポケモンを輝かせ結晶化させる要因となる物質ではないかと推測する。描かれているポケモンの名はテラパゴス。ヘザーがエリアゼロのさらに奥で出会ったという謎のポケモンだ。世間には信じられていないがね。あれ、エリアゼロってもっと奥ある？私の夢はテラパゴスを見つけ、ヘザーの正しさを証明すること。とはいえ、エリアゼロに入る許可は未だ得られない。まあタイムマシンとかいろいろあったからね。いや何、大丈夫さ、今できることをするつもりだよ。ブライア先生、用意できました。これが一緒に行く子たちか、全員揃ったようだ。それではみんな、北上の里へ出発だ。さあ行ってみましょうか。この人数しか行けないんだね。ネモが来なかったのがなんか面白い。あ、なんか海竜も飛んでる右下。やっぱ海竜でもいけるんじゃね。海竜の方が速いし。飛行機という存在もちゃんとあるんだ。これバードストライクとかあるからさ。ゼロの秘宝。まあまずは前編ですからね。緑の仮面。さあ田園風景ね。まあ私はすごい馴染みのある風景ですが、ちゃんと電柱もあるというね。やっと着いた。飛行機とバス座りっぱなしでお尻が痛いわ。ははは、長旅ご苦労様。みんな揃ってるかな。はーい。さて、ここが北上の里。今から始まる林間学校の舞台だ。ムービーかなこれ。ヤンヤンマだっけあれ。私も来るのは初めてだけど、田園風景が輝いているね。その先は水力タウン、私たちの拠点となる村さ。
先生ちょっと気分が悪くて。それは大変だ、乗り物酔いだろうね。しばらく田園を見ながらみんなで一休みとしよう。ファンネル君ちょっといいかな。なんで私だけ。私たちの到着をこの先水力タウン公民館の管理人さんまで知らせてくれるかな。体調不良の生徒がいることも伝えてくれるとありがたいよ。わかりました。うん、頼もしいね。私は彼の世話をするのでよろしくお願いするよ。これ道中で不思議なポケモンと出会っちゃうんじゃないの。そういう星の元に生まれてるから水力タウンに向かおう。今はコライドンにライズできない。コライドンビビってんのかよ。今取っちゃうこともできんのかな。これグラエナだっけ。おいおい、喧嘩売ってくんのかよ。早速取ってやろうか。ちまってね。しまったそっか、この画面にしちゃうと。まあ取るんだったら、ごめん待って、峰打ちだができる。エルレイドだっけ。エルレイド君を入れておこう。ごめんねファイアロー、ちょっと待ってて。エルレイド君先頭にして、よし、さあもう一回かかってこい。あれでもこいついなかったんだっけ、パルデアに。ポチエナかグラエナじゃねえわ。でもレベル高っ。峰打ちで、でもどれぐらい、半分ぐらい削れればいいか。おお、いったいった、大丈夫だ。お前突進なんかしたら死んじゃうぞモンボでいいか。あ、でもハイパーボールでいいか。何も考えずにハイパーボール。ちゃんと揺れたから大丈夫でしょう。オッケー、でってででー。さあ、図鑑登録になるかな。なりました。登録完了。大きな牙を剥いて盛んに吠え立てて相手を威嚇するのは臆病な性格の表れと。さあ、北上の地最初のポケモンはポチエナでございます。さてさて、あのトンボくんはどうなんだ。北上図鑑で報酬をもらえます。あれ、この子は、この子いたっけ。名前見ればなんとなく、クルミル、あ、なんか聞いたことあんな。多分聞いたことあるやつだ。うん、峰打ちじゃん。北上の里、あのレベルやばくないですかね。まああの低くてもちょっと困るけど、あのドラクエとかである最後の村の住民減少で、あの周りの魔物クソ強みたいなね。まあポケモンなんでもね、魔物と比較したらかわいそうですけど。あのトンボ野郎捕まえますか。クルミル、母子守に着せられた葉っぱの服をお手本に見よう見まねで、この葉をかじる服を作ると。そっか、母子守ね、いましたね。パルデアにいるポケモンももちろんちゃんとあるんでしょ。ちょっと距離感、ヤンヤンマ、ヤンヤンマいなかったっけ。なんかもう既視感がすごいんだよな。さあ防御下げられましたが、ハイパーボールですぐでしょう。お、取れないヤンヤンマめ、やべ、効果抜群か。もう一回投げて取れなかったら催眠術かなんかかけます。大丈夫だね。まあちょっとした抵抗されましたが、あ、そうだ、あの具合悪い生徒いるのに私ポケモンを取るのに夢中になってますけど、ちゃんと報告しに行きましょうね。 OK。 さあ登録です。北上図鑑ね、北上図鑑も埋めるとなんかもらえんのかな。あー、なんかヘイガニいるわ。ヘイガニも欲しいけど、ちょっと待って。あ、そうだ、コライドン乗れねえんだちょ違う、フューじゃなくて、この雲なんだっけ名前。ウパーはいたよね確か、まあ、もしかしたらパルデアの姿のウパーしか撮ってないんで、あれニョロモとかも映ってたんだっけかな、この北上の里での PV かなんかでいたような気もするんだけどな。ウリムとかもいる。
今ロコンもいたしね、まあキューコンが結構ねやっぱこう和の風景と合うから、うん、この人たち知ってる PV で見たよ。前髪が面白いよね。姉ちゃんあれあれすごく前見づらいと思うんだけど、あの前髪だとね、ちょうど目の部分には重なってないけどさ。あんたがパルデア地方のアカデミーの生徒ってやつ、かっこいい。すぐり黙って。私はゼイユ、残念だけどよそ者は水力タウンに入れてあげないの。もう早速バトルっぽいな。どうしても入りたいなら私と勝負しなきゃダメ。ね、姉ちゃん戦いだけ意地悪。あ、戦いたいだけか。すぐ、うるさい。弟は無視していいから。それじゃ位置につきなさい。ちょっとポケモン返させろよ。あのエルレイドになっちゃってんだよ。フィールドとしてはちょっと微妙だけどな、ここ。たっぷり遊んであげる。ちょっとこの人も戦いジャンキー入ってますね。戦闘ジャンキー。目つきが変わったもんね。ポケモントレーナーのゼイユ。ポチエナ、お前、進化ぐらいさせろよ。こっちも本気出せねえよ、それじゃあ。ようこそ来て神へ。まずは土の味、噛みしめなさい。床ペロしろってことか。床ペロはしませんよ、瓦割り。とう。すまんな。ふーん、タイプ相性してたんだ。なめんじゃねえよ。周りの人もバトルに無関心だな。チャデス。チャデスはポットですとか、なんかそっち系統のあれなんだよね。この北上の姿みたいな感じだと思って、あいつエスパーかなんかかな。マスカニア出しとくか。いや、パンモトちゃん出しとこう。パンモトちゃん殴り技いっぱい覚えてるんで、こういう分からず屋にはね、一回やってやんないといけませんから。チャです。そうだね、やっぱりすぐ割れちゃうよ、チャです。ただ あれが分かんねえんだな。また格闘技効くかな。まあいいや、あのレートパンチいくか。レートパンチ、おお、よかった。効果抜群だった。やったね。ごめんよ、割れちゃったよね多分どっか。ロコンを繰り出そうとしてる。おお、ロコン出てくるか。そう、敷いたらロコンって火だっけ。マリルリ行ってみるか。アローラロコンが氷だもんね。さあロコン出してきてくださいな。まあきっとこのゼイユは後半こうこいつ進化させてキューコンとか使ってくるのかもしれませんね。アクアブレイクやるか。アクアブレイク、よし。ロコンも可愛いよね。さあ勝ちました。あー、しまった。お金どれぐらいもらえたんだろう。小判持ってなかったな。あんた何なのよ。いや、こっちのセリフ。いきなり勝負挑んできてボロ負けして何がしたいのと。わやじゃ、なんだこれ。わやじゃ、姉ちゃんに勝っちまった。悔しい、私が負けるなんてありえないのに。ま、ギリギリ合格ってとこかな。仕方ないね、あんたなら私の射程として村に入ってもいいってことに。こりゃ勝手に何やっとる。ち、めんどくさ。おいおいおい、行くよすぐ。えっと姉ちゃん待って。いや、どうもどうも、アカデミーの生徒さんですよね。私は村でいろんな施設を管理している管理人でして、名前ないんだ、管理人になってるわ。皆さんのお世話をさせていただきます。あんたさん、さっきあの兄弟から変なことされませんでしたか。見てなかったんかい。されたよ。あ、これはされてないっていうことになったのかな。いや、あの子ら、特にゼイユはどうも昔から手がかかる子で、ご迷惑かけてたらすみませんな。なんと、バス停で体調の悪い生徒さんが。すぐにお薬持ってお迎えに行きますんで。すまんね、
あんたさんは先にそこの公民館で待っててください。それではどうも。あの仮設テントのなんだっけ、ポケモンセンターあるわ、右側。これはちょっとかわいそすぎませんかね。携帯いじりながらやってる。あ、これいやいややってるっぽくね。こんにちは、こちらポケモンセンター。お疲れのポケモン休ませてあげます。お願い。はい、お預かりします。なんか上位さんじゃないっていうのも新鮮でいいね。これ上位さんでいいんだっけ。預かりました。エルレイドさん、エルレイドたちはみんな元気になりました。またよろしくです。新しい技マシンって書いてある。なんだろう。なんと新しい機能が追加されました。覚えるフィルター機能です。ぜひ使ってみてくださいね。新しく作れる技マシンが増えました。どしどし作ってみてくださいね。いらっしゃいませ、技マシンマシンです。本日のご用件は。何このフィルターって。技マシンマシンの画面上で X ボタンを押して手持ちのポケモンを選ぶと覚えられる技の技マシンだけ。ああ、はいはいはい、これはありがたいね。うん、待ってね、今なってんのこれ。あ、このボタンで押せばいいんだ。はい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 、はい、今エルレイド君が覚えられるやつかな。違うなまあいいや、今大丈夫です。さあ、ありがとうございます。これもユニオンサークルだね。へえ、あー、気になるな。あれ新しい料理かな。公民館ででも休んどけって言われてんだよな。あ、ほうほうもいるし、まあ売りもいたもんね。ロコンも欲しいな早く。この服、俺焼きそば。どっかで服買いたいな。さあ、公民館です。ここ民宿みたいになってんのかな。皆さん、こちらです。ファンネル君、伝言ありがとう。彼の体調も良くなったよ。はい、こちらが公民館。これから皆さんが寝泊まりする施設です。予定ではブルーベリー学園の生徒さんと合同で宿泊のはずだったんですが、オレンジアカデミーの生徒さんだけで使っていただくことになりました。なんで。あの子たちはこの村が故郷だからね。さっきのゼイユとかかな。それではささ中へどうぞどうぞ。まあわざわざ公民館に泊まんねえわね、ここが故郷なら。ささずずずいっと入っていただいて。あ、土足で大丈夫ですよ。泥汚れがひどい時は入り口の水道で洗ってくださいね。なんだっけ、あれリーシャンだっけ、左側なんかリーシャンの感じの作り物があるな。内装綺麗でしょ。新しい施設なので都会にも負けない設備が揃ってますよ。テレビ、ここはフリースペースです。テレビを見たり雑談したり、自由に使ってくださいね。食堂はあちらで、トイレはこちら。休むときはあちら奥の部屋を使ってください。個室はちゃんと人数分ありますからね。説明はこんなところですかな。何か困ったことがあれば受付のスタッフに言ってくださいね。ご説明感謝いたします。ではこれからお世話になるスタッフの皆さんに、ご挨拶しましょうか。よろしくお願いします。よろしくお願いします。元気いいね。礼儀正しい子ばかりでおじさんとっても安心です。自分の家だと思ってくつろいでくださいね。今日は長距離の移動で疲れたでしょう。少し早いけどディナーにしましょうか。いっぱい用意してるので遠慮せずおかわりしてくださいね。はーい、さあ行きましょうか。あの受付みたいな人もう食べたし、ごちそうさまでした。夜は自由行動です。夜いいのかよ林間学校本番は明日の朝から。寝坊しないよう早めに寝るようにね。どうもー。で、この奥で休めるって言ったんだね。ひー、俺の部屋虫ポケモンが出た虫嫌いなんかい。虫ポケモンなら別に、まあ嫌いなやつは嫌いかもしれないな。林間学校ってどんなことするんだろう。ドキドキして寝られないかも。
パルデアの学生さんようこそいらっしゃいました。ここ北上公民館では観光支援をしています。お持ちのスマホロートムでバッグなどを開いた時の上下の枠の色、今いるマップによって色が変わるようになっているんです。スマホロートムの上下の枠の色設定変更されますか。パルデアカラーに変更な、どういうことなのかよくわかんないけど、さあ設定してくれたと。パルデアカラー、マップアプリ上で LR を押すと別のマップに切り替えられます。羽のマークがついている場所は今いるところと違うマップでも空飛ぶタクシーで移動できます。あ、羽がついているところね。あー、はい、パルデアにもすぐ戻れんのかな。あ、広い、広い北上広すぎませんかね。こんなに作り込んでくれた。私これぐらいの範囲だと思ってたんだけど、あららららら、しかも鬼ヶ山ってあるし、まあなんか桃太郎伝説、桃太郎伝説っていうと違うけど、あの桃太郎の話みたいな感じでここね、なんか童話があるっぽいんだけど、さあ、じゃあちょっと自由行動なら外出歩くのはやめておこう。おい、自由行動ってこの中だけかい、おじいさんにか。北上の味はお口に合いましたかな。合いましたよ。この人、北上の料理ヘルシーなのに美味しい。これ食堂だったんかな。会議室のようだ。特に用事はない先生、ブルーベリー学園の生徒は明日から合流させてもらうよ。ぜひとも仲良くしてほしい。あ、もうこれで終わりかい。公民館使用料値上げのお知らせ、10月から実施されます。ご注意ください。せちがれ、対象会議室、宴会スペース、宿泊施設、会計料金はこちら。せちがれ。大きなモニターに北上の里の映像が流れている。もう寝るしかねえってことじゃないかよ、選択肢。今日はもう休もうか。はい、さあ、じゃあ本番はこっからと。合流しますか、ブルーベリー学園の生徒とね。この二人やっぱりそうだ。みんなおはよう。よく眠れたかな。本日からブルーベリー学園の生徒も一緒に行動させてもらうよ。自己紹介お願いできるかな。はじめまして、ゼユです。お、猫かぶってるね。よそも。よそものって言おうとした。アカデミーの皆さん、仲良くしてくださいね。うふふ。スグリです。二人はこの村の出身なんで、何かあれば助けてもらってください。ちゃんと助けてあげなさいよ。はーい。あ、それでは、林間学校の課題を説明しますね。課題の内容はオリエンテーリング。皆さんには2人1組になって北上の里に設置されている3つの看板を見つけてもらいます。看板には北上の昔話が書いてありますので、読んで歴史を知ってもらい、看板と一緒に2人のツーショット写真をスマホやカメラで撮影していってください。3つの看板でツーショット写真を撮れたらミッションクリアです。いわば北上の歴史を探検するオリエンテーリングツアー。おじさんから長い話聞くより全然面白そうでしょ。ああ、そうだね、よくわかってらっしゃる。なんと趣向を凝らした課題ですね。そうだ、みんなに贈り物があるんでした。お、服だ、服、多分ロトリボー。なんだロトリボーってああ、はいはいはい、自撮り棒のことね。おいおい別に自撮り棒でいいじゃねえかよ。自撮り中に X ボタンを押すとロトリボーを使って撮影できます。もう少し遠くから撮影できるので、友達やポケモンと一緒に写真を撮るのに便利です。都会で流行っていると聞いたので、撮影の時にぜひ使ってください。私が考えたナウイ自撮りポーズも教えちゃいますね。カニ兄さんからキメ顔エモート。ナウイ林間学校は学校間の交流も目的の一つです。北上に詳しい人がいた方が有利な課題でもあるので、できるだけ他の学校の生徒とペアを組んで交流するようにね。おい、でもあっち2に対してこっち4だぜ。おかしくねえか、割合。どういうこと？自分で選べんのかい？お、急にどうしたこれ。他校の生徒と交流しよう。すぐりくん、いや、ゼユ、お前この野郎だあんたファネルって言うんでしょう。
へえ、あたしらと交流しに来てくれたんだ。はい。自分から来るとは感心感心。そうだ、昨日からすぐが弟があんたに夢中なのよ。家でもあんたのことばっか話してて本当うるさいったら。バカ姉ちゃん、なんで言うの。誰がバカだ、手出るよ。いつも出してんなこれ。ううう。一丁前に恥ずかしがってる。この子口下手でさ、自分から言い出せないだろうし、あんた弟と勝負してやってよ。いいよ。へえ、あんたって意外と優しいんだ。弟も喜ぶよ。すぐファンネル勝負してくれるって。え？わやじゃ、いいの？いいのいいの。それじゃ位置につきなよ。みんなも場所開けてやって。俺、蹴っ張るね。頑張りますという意味でしょうな。さあ出してこいや。はい、ポケモントレーナーのスグリが勝負を仕掛けてきた。お立ちだ。あ、これお立ち欲しいな。またエルレイドになっちゃってるな。まあいいんだけど。わあ、夢みたい。嬉しい、戦えんの。あんまり戦ってこなかったのかな。戦えるほどの、あの人口がそんなにいなかったのか、ポケモントレーナー。ノーマルタイプだよね、お立ち。瓦割っちゃう。ごめんね。初戦から洗礼をあげるよ。にへへ、弱点さ、いっぱい疲れてる。嬉しいんだね、ほんと戦うのは。うん、この子は多分成長しますね。負けてもこう前向きに、負けても前向きな子はもう成長しますから。どうすかな。ミュウツー出したらビビっちゃうよね。パーモトちゃんでいくか、炎のパンチでね。さあ、ヤンヤンマが出てくるから燃やしちゃいましょう。でも言ってレベルも60だから結構鍛え上げてんだよね。炎のパンチ。ストーリークリアしてる人はだいたいレベル50から60は最低でもあると思うから、まあそれ基準でね作ってあんだろうからね。はい、勝ちました。ワヤジャ、このワヤジャっていうのがようわからんわ。なんかジェジェジェみたいなもんなのかな。ナイスファイト、ありがとうね。交流試合お疲れ様。青春がストライクだね。やっぱワヤジャ強い。ファンネル強い。すぐは私の次くらいに強いのになかなかやるよね。ムー、オリエンテーリングだっけ、二人組でやるやつ。あんたさ、あれすぐとペア組んであげてよ。いいよ。え、ダメ。なんで。何がダメよ。私らも、あ、私ら組んでも意味ないし。ファンネル以外のよそ者とやんの。それは、これ照れてるだけ。私は適当にやるから弟のことお願いね。わかりました。スムーズにペアが決まったようですね。他の人も決まったのかい。それでは皆さんのスマホとともに看板の場所を登録しましょう。それではオリエンテーリング開始です。傷薬やモンスターボールなど道具がいるようになった時はあちら桃沢商店でお買い物してくださいね。あ、あの看板さ、村の西のリンゴ園の先、トモッコプラザから行くのがいいよ。近いし順番通りで分かりやすい。俺迷惑さかけるし離れてついていくから。いいよいいよ、そんな離れなくても。離れすぎじゃないか。あっちが西なのかい、それとも先回りして行っててもらってもいいんだが。ゼユとこの子が組んで、じゃあもう2人はあれか。あれ、やっぱこうなっちゃうんだよね。足りねえんだよ、だからブルーベリー学園の生徒の数が。ちょっと商店覗いてみましょうか。いらっしゃいと、ゆっくり見ていってね。道具を買う。さすがにここに服は売ってねえか。新しい道具とかないよね、多分。
なんだバター、あれバターとか私あ持ってるな。新しい道具がゼロになるはずだから、ハムスライスこんなに私使っちゃってた？待ってね、今買う必要もないんだけどラッキー道場とかやってた時ハムめっちゃ使ったからな。ピックね、あ、まあこんなもんね。他にも欲しいのあったら教えてちょうだい。あ、着替え売ってんじゃん。やっぱ売ってたわ。手編みの靴下、待ってね、右側に表示されない。来た、靴下いるか。あ、じゃあ服ねえし。手編みか。でも今ここ夏だから手袋したら暑いでしょ。大丈夫です、はい、ありがとう。困った時はいつでも来てちょうだいね。あ、チリンいると思ったらチリンじゃなかったチリン柄の風鈴だったなこれこライドまだ乗れない。あ、乗れた。みんなビビらせていこうぜ。かましやんねえってね、新しい土地では。あ、これ翡翠ガーディかな、インドメタシンで。マップ見ますね。どうしよう、時間的にもすぐ回れんだったらもうガンガン回っていっちゃうか。アップルヒルズ、ここにアップリューとかいんのかな。まあもうアップリューになって、あ、アーボいるわ。アーボ取っとこうね。トグロ巻いておりますよ。峰打ちじゃ。さあ、トグロ巻いております。なんだっけこれって、攻撃が上がる、防御が上がる、命中率上がる。めんどくさい相手ですね。まあハイパーボールで。まあちょっと気になったのだけ取る感じにして、どっちかというともうストーリーちょっと進めちゃいますね。ポケモン取るのは後々やっていこう。なんだっけ、頑張りの雨だっけとかもいっぱい持ってるんで、ここで取ったポケモンをちょっと使えればいいかなと思うんで、攻略に。ただ私がその使いたいポケモンが出ればだけどね。おたち、大たちあたりはちょっと使いたいんだ。いやー、どうした、ポケモンバトルかい。だとすればビビらせよう、ミュウツでアパドルになった。まずは声をかけて爽やかに勝負始め。あ、奥にマダツボミもいた。お祭り少年の達郎が勝負を仕掛けてきた。おたちもいるな。マダツボミ出してきましたね。まあ初代対決ですね。はい、緊張感。初代に両方いました。レートビーム効くかな。草タイプって効くんだっけ。効いたね。最強の証がついてるミュウツーだから最強だぜ。もう一匹しかいないんかい。ミュウツーの首の後ろってこういうなんか管ついてたんだね。スポーツマシン、スポーツマンシップにほっこり。ミュウツー出したのにスポーツマンシップを感じてくれるとありがたいね。ちょっとおたち欲しい。おたち逃げた。これ待って、ちょ、何がいた。これなんだっけ。この子取ってなかったっけ。取ってるね、カリキリ。あのモンスターボールマークついてるから大丈夫です。ちょっとあの顔出しのあれがあるんだ、顔出しのこれ。これってこの状態で写真って撮れんのかな。待ってね、写真モードってどうやんだっけ。フォトモードは下だっけ。これだ、下ボタンですね。自撮り中に方向キー下を押すと自分の表情を変えられます。はいはいはい。撮影中 ZR を押すと音楽を鳴らせる。音楽を鳴らすとボールから出しているポケモンが反応してくれるかもしれません。ごめんね、私ほぼ撮影なんかしたことないから、自撮りモード、自撮りモードで、あれ、自撮りロトム棒はどうすんだっけ。何ボタンだっけ。これがあれか、キメ顔。おいいね、待って、キメ顔で、あ、ロトリボーあった、 X だ。あ、狭くてロトリボー使えない。あ、なんだよ、もったいねえな、これ、せっかくの。顔出しパネル。いた、おたち。ちょっとおたち取ってくわ。やば、ミュウツーになってたっけ。あ、大丈夫だ。
おたちみねうち、おたちみねうち、韻を踏んでるのかな。誰とバトンタッチする気なんだよ、おたちくん。さあ、この子はモンスターボールで取っていきましょう。レベル高いから取れねえかもしれねえけど、取れた。さあ、おたち捕まえました。まあ今回はちょっとおたち使わないけど、次回ぐらいは使いたいな。まあでも待てよ、レベル100にしちゃおうかな。おたちって多分大たちにしかなんないよね。穴を掘るゲット。ちょっと待ってね、ボックスからこっから飴って使えるんだっけ。しまった、おたち、おたちどこだよ。探すの大変なんだよね。ちゃんとボックスは整理しましょうね。隙間があるからまだ先、あれでもボックス1だなこれ。待ってね、ボックス1隙間があったからここにおたちが入っていると思うんだが、このゾロアーク入ってる後にあれ、おたちいないね。ちょっと待ってね、検索するか。名前でできないんだっけ。あ、お、これ検索する。あ、ずいぶん後ろのボックス、あれ、私が使ってたボックスに。よし、じゃあここね、移動します。おたちくんはそっか、ここに入っちゃったのか。まあいいや、ここで。じゃあそのまま、そしてボックスを閉じる。私、誰と交換しよう。一回ごめん、ミュウツーくん、こっちいて。じゃあレベル上げちゃうね。あの、もう瀕死だけど。経験アメックセルをバッチリ全部使っちゃいまして。よし、レベル100。進化します。おや、おたちの様子が。大太刀って細長いやつ。そうだね。これが可愛いんだよ。なんかぬいぐるみ出てたよな、結構。大太刀は。胴長ポケモン。細長い巣穴で、ああ、読めなかった。群れになってるの可愛いな。高速移動覚えたい。ちょっといい、いらないかな。技これしか覚えないんかいと。さあ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 、では。ちょっと大太刀くんは次回あたり使えればいいかなと思いますんで、じゃあ行ってみますかの。ちょっと行っちゃうわ、もう目的地。バトルもそこそこに。リンゴリンゴ、ごめん、リンゴリンゴ言ってるやつには話しかけません。バトルはちょっと置いておきましょう。どこになるんだこれ。でも強制戦闘じゃないからいいね。あっちっぺーな。そうだね、このゲートがあるのかな、もしかして。トモッコプラザー、ここですね。これです、これ。すぐりくんどこ行ったんだろう。看板さ、一つ目。ごめんな、驚いた。い、行ったべ、俺離れてついていくって。看板さ読むんだっけ。あ、俺内容知ってるから、どうぞ。東北弁みたいなのちょっと入ってんだけど、なんか聞き慣れないのも入ってんだよな。昔々北上の里に恐ろしい鬼がおったそうな。鬼は村の裏山を根城にし、山へ入った人を驚かしておった。ある日、怒り狂った鬼が山より降りて村の者は恐れたが、偶然そこに居合わせたイイネ犬様、マシマシラ様、イイネ犬様、マシマシラ様、そして、キチキギス様、3匹のポケモンたちが命を懸けて鬼を山へと追い返したそうな。これね、勇気ある彼らを村人は親しみを込めてトモッコと呼び、亡骸を丁寧に埋葬し、その上にトモッコの像を建てた。
泣き殻って鬼にやられて亡くなったわけじゃないよね。多分寿命だよね。向こうの広場、ごめんごめん、もう終わったわ、すぐりだったこれ。向こうの広場に友小僧立ってんだ。それよりもこの伝説、鬼様がかっこいいべ。かっこいいの、そうかな。だって鬼様は仲間もいないのに一人で複数の敵を相手にしたのはあやかっこいいべ。あ、普通は怖いのか。でも怖がらなくても平気。俺小さい頃何度も一人で夜山さ入ったけど全然鬼様会えなかったもん。大人らに、わや怒られただけ。看板と写真撮んだっけ。俺スマホさ持ってねえから、お願いしてもいい。これ自動で撮んのかい。ちょっとやっぱ東北弁っぽいのは喋りやすいわ。綺麗に撮れてる。写真上手。撮ってみる？ごめん、そんなつもりじゃなかった。けど、今度、うん。林間学校とかこういうの本当はやりたくなかったけど、ちょっと楽しいかも。里の自然歩けるし、ファンネルなら話せるし。よかったらピクニックしてサンドイッチとか。ゴライドン出ちゃった。あぎゃーどや、なんだ、これ怪獣？サンドイッチに反応しちゃったんだよ。ゴライドン。ゴライドン？ライドポケモン？こんなポケモンか。今まで見たことね。サンドイッチって言葉さ反応して出てきたって。あぎゃっす。こんなわやなポケモンっ子さ会えるなんてすごい。ファンネルは特別なんだ。だから強いんだ。違う違う違う。次の看板は北上センターって施設の敷地内。北上センターへはこっから村に戻って橋を渡って山登んだ。まだ離れでついてくから。あ、いや、ごめんね、コライドン、サンドイッチまだなんだよ。なんか特別になりたいんだね、あの子は。きっと特別だから強いって言われたけど違うんだよ。私はもともと強いんだ。別に特別でも何でもねえ、ただ強さを追い求めただけ。これがトモコのあれだね、亡骸を埋葬してなんか銅像を建てたみたいな。まずこれ読めるかな。あ、読めない。あ、読めた。トモコ像、昔水力タウンを守った勇敢なポケモンたち、戦ったが激闘の末生き絶えてしまった。ああ、本当に命を懸けてって本当に死んじゃったんだ。それで彼らの亡骸が大切に弔われている。鬼は何しに攻めてきたんだよ、この3匹ね。これ 木だよね。じゃあコライドンどうしようかな。動画内で3つ回っちゃいたいけどな。あの、もういろいろガン無視でいけばすぐなんだ多分。でも3つ回った段階で絶対なんかアクション起こるよね。伝説のその鬼のようなポケモンが姿を現しそうな予感。じゃあいろいろちょっとガン無視で行ってみたいと思います。でも これはこれでちょっと寂しいな。せっかくマップこんなにあるのに。山さ登るって言ったけどここですか。フライドン崖登りできちゃうんですよ。ちゃんとでもルートから行ってあげようか。これ上行ったらどうなるだ。あー、これでもコライドン行けるか。上大丈夫だ。上に誰かいる。話してみよう。この村何もないでしょ。そこがいいとこなのさ。そうね、何もないっちゅうこともないんだけどね。いい景色が広がっておりますよ。さあコライドンダッシュ。ちゃんとあのレイドとかもできるんだね。レイドっていうか、あ、いいのか。うわ、もうガン無視するわ。動画時間も結構いい時間になってきたんで。なんかね、道中で面白いものあったら立ち寄りたいんだけど。これは、あ、お水出てる。すげえ、なんかあの狼っていうゲームを思い出すんだよ、こういう景色。あと BGM もいいよね。
宅配ドライバーさんいますね。ドライバーっていうか、あ、脅し師もいる。こうライドンいるからいいけどさ。お、土鉄骨だっけこれ。登ってますね。北上センター。あー、屋台ある。読めねえけど、これ魚って書いてあるよね、多分。星狩りっすかな、上にいるの。これお面か。お、チリーンだ。なんでチリーンがいるんだ。これ金魚すくいみたいなもんか。あの、シャリタツすくいがあるのかもしれない。シャリタツってそんなことできるのかな。登っていきまーす。なんか縁日感あっていいね。まあ、祭りの日が近いとかなのかもしれないな、この感じだと。これ神社か。あれ、管理人さんいるな。これ違う人かな。管理人だね。北上センターへよくいらっしゃいました。ゆっくりしていってね。場所のヒントとか言ってくれないのね。ここですね。さあ、2つ目の伝承です。私の喉が潰れる前に読んでいきましょう。看板さ、2つ目。ちょっと分かりづらいよな。ごめん、後ろつけてっから。お願いだから、慣れてな。早速、看板さ読むべ。鬼は不思議な4つの輝く面を持っておった。かぶる面によって鬼が振るう棒の力が変わったそうな。緑の面をかぶれば枯れた植物を生き返らせ、赤の面をかぶればろうそくの火をゴーゴーと燃やし、青の面をかぶれば川の流れをせき止め、灰の面をかぶれば硬い岩もやすやすと砕いた。なんかテラスタルみたいな感じかな。テラスタルの、まあでもテラスタルよりはなかなかすごい感じがするけどね。トモッコたちは倒れ際三つの面を奪い、鬼の力をほとんど封じたとされる。読んだ？読みました。トモッコたちが奪ったお面は北上センターに保管されてる。あ、あるんかい。村のみんなは怖がってっけど、俺鬼様のこと好きだ。強いし、かっこいいし、人間から仲間外れんされてもへっちゃらーって感じで、小さい頃から憧れてて、俺も鬼様みたいにかっこよくなりたい。なにこれ、ダークサイドに落ちる感じかな。ちょっと正してやらないといけないな、その考えを。学園でも俺のこと姉ちゃんが全部なんとかしてくれるし、一人でも頑張れるように頑張りたい。俺ちゃんと一人前になって鬼様と友達になれたらいいな。あ、そうだ、写真撮らなきゃだべ。今回もファンネル撮影お願いな。撮りますよ。いいねポーズ。やっぱファンネルに任せてれば安心だ。それじゃあ次の看板は、そういえば鬼様が住むって言われてる鬼ヶ山にはあそこから登れんだ。ファンネル、よかったら鬼様の家行ってみない？恐れ穴って呼ばれてんだ。行ってみたい。やった、ファンネルにも見てもらいたかった。ここずっと登っていけば地獄谷、その前に標識があって曲がれば恐れ穴行けっから。それじゃあ先行ってる。気ぃつけてきな。さあ行ってみましょうか。さあ3つ目の看板の前にこんなことがあるということは、鬼様出てくんのかもしんねえなあと。鬼様出てきてほしいですな。ちょっと待ってね。どう登る？ボタン間違った。マップは。あ、こっちか。なんか洞窟みたいになってんのかな。鬼ヶ山、大量発生中のピッチを発見。何ピッチいっぱいいる。あ、いたまあ色違いとかも、まあピッチでも取ってっかな。色違いいたら取ってもいいんだけど、今はいいでしょう。さあ登っていきます。山って言ってる人いますね。
鬼場空洞フライドンジャーンプ。あれ待ってね、あれ穴なんか上の方になってるけど、 上行けんのかこれ。どう行けばいいんだ。ちょっと待ってね、また間違った。マップを確認して、もう崖登りした方が早いんじゃねえか疑惑あんだよな。行き方は分かんないから。あ、でも登ってる途中でなんか曲がり道あるって言ったから、待ってね、ちゃんとルート行ってみようね。多分ルートはこっちです。こっちでこうやって行って、あ、ウソッキーじゃなくてあれがいたな、ウソッキーの進化前ね、ウソハチか、ウソハチもいて、じゃあ看板が出てくるまで、これ道のあれか、なんか空洞ある。いやでもここちげえやな、なんか下にいない？ホイキングか。あ、これはよくある空洞だけパターンか。ててててーん、騒ぐー。ちょっと待って、ウリムめっちゃいるじゃん。さてさてさて、山ぐるーって回るんだと思うんだ。ちょっと動画時間クソ長になって申し訳ありませんが、ガーディいる。あ、ピッピンもいたな。看板あった、これだ。多分右行ったらこの先危険だって。恐れ穴、はい、危険って言ってんだけどな恐れを知らないのかいと。さあさあさあ進んでいきましょう。なんか光ってる石つぶてくんがいますね。いろいろポケモンはいますが、あれ石つぶてはいなかったんだっけ。パルデアにはいなかったような、いたような。ここだな、いたいた、すぐり。ファンネル、狭い道大丈夫だった？楽勝楽勝。あそこが恐れ穴、鬼様が住んでるって言われてる。何度来ても会えたことねえけど、もしかすると強い鬼様は勝負してると現れたりして。そうだ、あれから俺ちょっと強くなったし、よければ勝負させたい。しよう。やった、ダバ回復する。ありがとう。ま、曲げないように蹴っ張る。蹴っ張ってくれ。はい、すぐりが勝負を仕掛けてきた。時間で言うと本当に全然短時間だけど、その短時間の間に進化させたりしたのか。やっぱり才能あるな、すぐり。今度はちゃんといい勝負にする。ごめんな、いい勝負にさせてあげたいんだけど、手加減できねえのよ。一撃がでっかい、こんなに持ってかれんだ。レベルが違うんだよってね。ヤンヤンマ、あれまだヤンヤンマなんですか。まあ入れ替えて、まあやっぱパーモートで弱点攻めた方が楽だから。あれ、そういえばテラスタル使ってこないよね、この子たち。同じような力があるって聞いたような気がするんだが、メガヤンマとかなんない。あれ、メガヤンマっていたよね、進化系かなんかで。炎のパンチ、もう一匹ぐらい出てくんじゃないかな。あ、ニョロゾ来た。やっぱいるんだ。一応入れ替えなくてもいいな。雷パンチでボコれる。ニョロもうすっ飛ばしてニョロゾになってますけど。ん、雷パンチ、的に当てる。はい、急所に当てて、頑張ってくれたね、パモット。今の攻撃ヒュンってなっちまった。あれ、終わりじゃないのか。終わりました。よくやったぜ、すぐり。強かったよ。
うう負けちまった。さあ鬼さん出てくっか。やっぱファンネル強え。どうすれば勝てんだろう。鬼様もどっかで見てたらあの子強えって思ってるよ。俺が通ってるブルーベリー学園ってな、ポケモンの勝負さ学ぶのに特化した学校なんだけど。あ、勝負に特化してんだ。ファンネルぐらい強かったら一番狙えるかも。鬼様の住んでる穴っこ入ってみんべ。行ってみよう。おっと、何かいますよ。閉じ込められたりして。頭気ぃつけて。何にもないけど、本当にただのねぐらみたいな感じ。暗いし狭いし地面もゴツゴツ。こんなとこで一人で暮らしてたらかわいそう。鬼様、俺ん家だったらいつでも住ませてあげんのに。優しいね。そんなことないよ。俺鬼様好きだから。でも本当に鬼様がうち来てくれたら村中大騒ぎになりそう。わやじゃ、もう日が暮れてる。看板巡り残りは明日にしよう。あ、そういうこともできんの。そうだ、今日から北上センターで表祭りさ始まんだ。みんなお面かぶって参加するお祭り。嫌ならいいけど、よかったら行くと楽しい。行きたいね。うん、行こっか。本当に楽しみ。表祭り行く前に準備あっから、先俺んち行こう。俺んちは村の北西で、地図は、あ、スマホロトムって地図も見れんだよな。どこです？目的地ってのに登録するべ。アプリで地図さ見れんのわや便利じゃ。俺もいつかスマホロトムさ買ってもらう。じゃあ俺んちまで後ろついてくからお願いな。いい距離感というか近かったな今。さて、鬼さんこちらという感じで、またごめんボタン間違った。マップを見て、すぐりの方の家はこちらですか。まあでも今回以上にしとこうかな。一回待ってね、近くまで行って、これすぐについてくるって言ったけど、コライドのこの姿見てついてこられるかな。私はもう降りていけちゃうのよと。さあ降りていきます。なんかいるな。待って、ここにいたの何これ。あ、ネズミくんいますね。怒りの前歯よっ。ちょっと石つぶてはいいし、嘘あっちもいいでございます。降りまして、こっちの方だったよね、すぐりの家とかは。まあ、まずは公民館さ行ってしもうて、公民館の前で一回終わりますね。すごいこの風の音、ちょっと寂しさもある。しまった、すぐりの家に落ちちゃう。大丈夫、よし、オッケー。これ服変えたいんだけどな、どっかで売ってねえのかな。まあいいか。はい、というわけで、じゃあ今回以上にさせていただきます。次回ね、まずお祭りかな、すぐりの家行った後で、残りの看板探しなんかもやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。では皆様ご視聴ありがとうございました。またね。